はい、普通の袋をね、600ぐらいの削りで倒しきってゲットしました。やっぱりね、倒せると思ったら、あとラスト600とか300とかちょっとでもね、やった方がいいみたいです。はい、サブアカのね、サブアカの3分以下の削りで、袋のね、半分以下の削りでゲットしました。よしよし。はい、自分の袋をね、半分以上削って、それで別のアカウントでね、倒してゲットですね。はい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ。土蜘蛛か。今回もやっていきます。9日まで。7日目です。はい、今回はね、追加されましたガシャをやりたいなと思います。土蜘蛛ライトさんね、追加されました。出現率超アップということで、おはじきでね、効果アップということで、1.8%か。1.6%、SSS 以上が 1.8% で、まあ、ぶっちゃけ、ハトは本当はこのオニグマさんが欲しいね。大釜さんライトはステイということで、結構クリアしやすいんじゃないのかな、今回。はい、そして、なんといっても特殊能力が、まあ、期間限定でアップでしょうと。そして、前回追加された大釜さんは、おはじきで、チューアップだね。ふうくんと一緒。さやちゃん、今回、ショーなんだね。ということで、まあ、土蜘蛛ライトさんも、多分この特大アップの期間限定の後は、まあ、中ぐらいになるのかなと思います。さすがに大釜と差をつけたら大釜に怒られちゃうからね。中アップだということで。まあでも今回いいよね。だから、いい人は特攻が5体になるのか。ね、全部、パーティーが全部特攻で埋まるような感じで。まあ復刻も、主家様とかあるみたいだし、ここね、雷ちゃん枠ね。雷ちゃん鬼熊枠。本当はこっち欲しいんだよな。ということで、今回このガシャやっていきたいと思います。3カウント無課金攻略。現在のね、状況としては、袋に肩がす43回です。でね、43回目でようやく出ました、超覚醒袋。一応これも元気ドリンクなしで、倒せましたと。なので現在16個ですね。40回超えたので、袋が交換できるんだけどね、これいるかね。スコアか、スコアタ俺苦手だし、いいんじゃないかな。苦手だからこそやれて。ねえ、あとはスキルはちょっとゲットしたいなと思ったりしています。今ちょっと余ってるというか、まだ温存してるんでね。あれですね、元気ドリンクは、1個落ちたかな。お、2個。あとは経験値玉がいっぱいもらえるイベントだよね。はい、そういうことで、ということで、全部もう交換したんだな。ということで、9個ね、こう、ここの中で7個、1個、1個って交換できるんだけど、元気ドリンク9個交換してるから、9個ドロップだね。9個ドロップなんで、まあまあ、いいペースになってきましたね。はい、じゃあもうこのまま3カウントね、ガシャ回したいと思います。なんだっけ。桜満開キャンペーンのおかげで9000ワイポイントね、もらえたので、でかいですね。ちょっと酒呑童子早く出てきてほしいんだけどね。3カウント10連ずつ回したいと思います。またね、復刻とか酒呑童子とか来ると思うので、まあ、とにかくね、うわ、やっちゃった、残念すぎる。まあ、ともかくでもおはじきはね、積み上げなので、3アカウントね、どっかが特攻を引いて、強さを積み上げていけばクリアできるイベントなので、よいしょ。特攻出なかったらさやで頑張ると。チェキショーって感じな。 はい、じゃあ残念でした。じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、そしたらこれが2番目のアカウントで、
現在の状況としてはフクロウに勝った回数31回、まあまあいいよね。31回で交換はあと1個、2個残してるね。なんでこっちは7個交換してんな。7個交換してて元気ドリンク25個あるので、まだ1回も使ってないで18個ドロップです。これで今回さあ行きましたかね。1個ドロップ野づち1個か。ということで19個ドロップまでに来ましたね。いやーいいね。はい、ということで19個ドロップ、9個と19個か、28個ね。はい、じゃあ行きましょう。ガシャ行きましょう。もう7日目だからね。普段は7日目でも倒してるんだけど、今回なんか進みが悪いんだよね。あ、そうだ、1回コインで運落としてからやる自分のスタイルを見失ってましたね。あ、5つ星コイン回しちゃって間違えて。どうすっかだな。よいしょ、よし、これでいけるね。はい、じゃあ行きましょう。この9000ワイポイントもらえるのがもう毎月決まってんならね、それをもう予定にしてやりたいところだね。あ、1個だ、金。やっぱ配布の後って辛いよね。とにかくでもね、1体積み上げだから、とにかく1体でも出れば火力が上がるのよ。どのアカウントでもいい。で、あとは時間にね間に合えばいいからね。レベル7、8、9は。冬にゃんエスか。ということで2番目のアカウントも撃沈でした。ちょっと辛いかもね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきます。はい、これが3番目のアカウントで、現在フクロウに勝った回数28回、覚醒は5回ですと。まだ元気ドリンクは使ってなくて14個、交換はここのとこまでだから、交換は7個か。7個交換なんで7個ドロップだね。さあ今回もドロップしたでしょうかと。まあほとんどこのアカウントはお助けしかしてないんだけどな。それでもなんか本当気まぐれだよね。7個ドロップのままですね。うん、これはまだだな。ニャンボ来るかね。はい、じゃあ このアカウントも行きましょう。とにかくね、できたら普通のフクロウの特攻が欲しいなと。あれがあるとほんと回転が上がるんでね。うん、突星コインで金初めて見たぞ俺。運落とさなきゃいけないのに。今でもあれか、突星コインじゃなかったか。まあいいや、とにかくな、1個は欲しいな本当に。今回ヒットポイントがレベル7が32万9900とかって半端だよな。33万にしろやって思っちゃうけど。で8が41万で9が44万なんだよね。だからそれを残りの元気ドリンクで計算して、サブアカとかはねちょっと秘伝書がやりくりしなきゃいけないので、カイラ倒せるかなっていうとこだよね。なのでおはじきに、ほんおはじき妖怪にあんまり秘伝書使えないとこなんだよねサブアカは。さあ3つあったらいけんでしょ。ラストブシニャン、ブルジョアジーパスだ。まあまあだな、いけ。うわやばい、なんとか G だこれ。少林 G だっけ、合ってた。いやー特攻ゼロか、10連ぐらいじゃ。おやったー、止まったよ、止まったよ。シーン、キュービーライトでした。今回なんかキュービーもらえるのにね、キュービーシャドウ
お助けでもらえるんだよな。キュービシャドウお助けでもたえる、もたえるって言っちゃった。もらえるからなんかキュービライトもゲットできても、なんかキュービシャドウゲットということで、私10連で、まあ10連かける30連でダメでしたね。特攻ゼロでしたね。なかなか難しいな。ということで、ガシャはこんな感じでしたね。そうか、うん。でメイン戻ってきました。で結局元気ドリンクはね、メインが9個、サブが10、サブ 2番目のアカウントが19個、3番目のアカウントが7個ドロップで合計35個ドロップ、所持はね18個26個14個ということで58個。でただ2番目のアカウントと3番目のアカウントはまだあと2個ずつ交換できるので、潜在的には64個か。うん、18個、789を6個ずつ7発で倒せるか。うん、ヒットポイントが確か32万9000、41万1000、44万789が。なのでできたら、でもサブアカたちの分もあるんで、できたら6発で倒したいなってとこですね。最初の1発目はフルパワーでいくんで、なのでまあ7はこのメインアカウントと、メインアカウント、このさやちゃんか、さやちゃんはメインアカウントだけでいこうと思うけど、8はサブアカもさやちゃんゲットしてトリプルアタックをしたいなと。あ、ダブルアタックか。できたらトリプル、9の頃にはトリプルにしたいかな。ちょっと今回特攻がほとんど引けてないので、ただ運がいいことにメインアカで一応ライ君は引けてあるので、とりあえず一発目は特攻2体でいって、これカイラどうなの、倒せんのかね、わかんないですけどね。なんか強い方だとフクロウがいれば7でも倒せるみたいな感じがするので、なのでね、今回ヒットポイント減ったので6だといくつなんだろう。うまい方ってか強い、でも俺あんまりね手持ちにそんな強いの持ってないんでね。これで枯れ好きなんだ。176万まで下がったな。なので、7倒したら若干いけるのかな。ただ四天王寺がね、いつ超アップになるのかが今回のおはじき最大のポイントですよね。一冊反撃がすごいんだよな。だからやっぱり一冊反撃を見せたかったのに、見せられずに倒された。なんで追加があっても結局は四天童子とフクロウだけなんだよね、特攻は。なのでまあちょっと自分の力だと7じゃ厳しいんだろうな。なので8だね。反撃を減らして9はさらにヒットポイント、176万からさらにヒットポイント下げるって感じで、まあとにかく今回は前回の暴走エンマと違って迷いなくとりあえず9回をね、目指してやっちゃいたいなと思ってるので、あーでもやんなくていいのかな、8で倒せたらやんなくていいかな。なんか今回やっぱ特攻引きれないんで、ちょっと考えながらとりあえず突き進んでいきたいと思います。はい、じゃあ今回ガシャやってみました。皆さんガシャどうだったですかね、よろしければ教えてください。はい、じゃあ次はね、フクロウの7ねやってみてフクロウゲットしたいと思いますんで、またね次回の動画でお会いしましょう。はい、じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。